ます。手順取ってよ、手順。このままいいですか、バッと入れちゃって。いやいや手順取ってよ。これぐらいですか、ね、お気持ちはね、わかるんですかね。お顔を。お顔を見たいやんか。手順を見たい。見てみてくださいって。手順取って。これを混ぜていいんですか。はい、そうです。あ、はい。いやイヤリングですね、本当にまだ撮ってる顔。宇都宮さん、手元のカードをお願いできますか。手元ですか。ありがとうございます。良さそう。昔の取材の人。あ、はい、昔の取材の人ました。密着。はい、これで準備できていますので、これを重ねていきます。まず一番下に蜂蜜を混ぜたヨーグルトを敷いてください。はい、まずヨーグルト。まずヨーグルト、はい、あ、しっかり水切りされてます。これくらいかな、もうちょっとね。そうですね、量がね、はい、もうちょっとでしょうかね。はい、よいしょ。はい、その上に先ほど混ぜていただいたオールブランを重ねてください。わかりました。3層ぐらいですかね。そうですね、そうですね、3層ぐらい。あ、いいですね。ちょっと、ちょっと緊張しちゃうな。はい、そしてその上にもう一度蜂蜜を混ぜたヨーグルトを重ねます。これ、ちょっと待って、手順じゃないから。取ってくれてます。入らないよ、はい、手順に入ってない。全部入れちゃおう、全部入れてしまおう。あ、もう少し。はい、あ、入りましたよ。もりもりで、オールブランもりもりで、はい、ありがとうございます。はい、で、ヨーグルトですね。はい、はい、ヨーグルトを。うわ、簡単。本当、ね、楽しい、ね、楽しいし、子供と一緒にも作れますね。そうですね、はい、結構。あ、綺麗。下に入れましたよ。はい、はい、で最後に一番上にココアパウダーを振ってください。はい、うん、あ、いい感じ。どうでしょうか。めちゃめちゃいいです、はい、さあ完成ですか。完成しました。はい、とっても上手です。簡単だけではなくて、しかも美味しそうです。いいえです、ありがとうございます。ね、ミルクボーイのお二人どうですか、見ていただいて。いや、本当に簡単にできますし、はい、めちゃめちゃこう可愛らしいので、うん、はい、なんか写真もね、うん、撮れるし、ちょうどいいなっていうのがありますね。はい、ね、とっても美味しそうなんですが、足立さん、はい、お召し上がりいただいてもよろしいですか。いいですか。はい、ちょっとじゃあいただきます。出来たて、オールブランも一緒にね。よいしょ、いただきます。どうですか。おいしいです。わー、おいしいです。おいしいですね、はい。ティラミス風ということですが、うん、なんか酸味がやっぱりちょっとそのティラミス のチーズっぽさもあるし、うん、とコーヒーでちょっと苦味も加わって大人の味になってます。はい、うん、作ってみたいです。